日本の未来はどうなるでしょう。精神科医樺沢翔の樺チャンネル、メッセージをいただいてます。今の日本は経済も不安、社会情勢も不安、明るい未来がないように感じます。樺沢先生は日本の未来は明るいと思いますか。もし明るいと考えてしたら、その理由を教えていただけますか。アリババさん、30歳男性ってことですね。日本の未来は明るいのかどうかということですけども、日本の未来は明るいか分かりませんけど、私の未来は明るいです。これとても重要だと思うんですけど、よくね、おじさんとかがですね、日本の将来はとか、日本の経済は、日本の未来はみたいなことをね語りますし、特にテレビとかでもね、そういうコメンテーターが日本がなんとかかんとかって語るんだけど、それ自分の力ではどうしようもないんですよ。日本の経済を良くするのは経団連の会長でもしてればまた別でしょうし、一部上場企業の社長でもしてればそれは影響力があるでしょうけど、ほとんどの人は日本の経済を自分一人の力で良くすることはできませんね。この世の中で一番のストレスは、変えられないことを変えようとすることが一番のストレスです。ですから、日本の未来を良くしようとか、日本の未来を変えようっていうふうに考えることは最大のストレスですね。変えられるはずないんだから。でも変えられるものはある。それは自分です。ですから、自分の未来が明るければいいじゃないですか。それでとりあえずはね。あるいは日本の経済が悪くても自分の経済状況が良ければいいわけで、自分の経済状況を良くすることは自分の努力でいくらでもできますよね。でも日本の経済を良くしたり、日本の株価を上げるっていうのは個人の力ではそれはできないわけだから、そんなこと心配しても時間の無駄ですよね。多分この日本の未来はどうなのかっていうことを言う人はテレビを多く見てる人だと思うんですけど、それは完全にテレビに洗脳されてるんですね。日本の未来が良かろうが悪かろうがですね、私たちは自分の未来や将来を良くしていく、そのために勉強したりですね、いろいろ自己成長のためにですね、自己投資をしたり、いろいろな活動を行っていくしかないんですよね。結果として日本人が一人一人が動くとですね、日本の未来は良くなるということにもつながっていくかもしれないですけど、私たち一人一人は自分の個人の範囲でですね、できることをやっていくということが未来に向けてできる活動なんですね。だから逆に日本の未来は不安だって言って、それは不安ですよ。それはね、いろいろ悪いことを挙げてたらもちろんキリがないから、それに対してどう対応するか、私たちは個人のスキル、技術、仕事力、そういったものを磨きをかけてですね、自己成長のためのエネルギーに費やした方がいいんじゃないかなと思うのです。不安はあります。それはだからこそ、じゃあ勉強しようと、日本の経済不安だ、自分だけもっとスキルを磨いて、自分は給料をせめて増やしておこうぜ、というふうに全体の日本がどうこうより、まず自分の磨きをかけるっていう方が、私は何十倍も何百倍もね、大切ですし、結果として自分がそういうふうに自己研鑽できて、自分が成長する、日本の経済は低下していても自分自身が成長していればですね、そこに不安というものはもうないんじゃないかなというふうに思いますので、日本の未来が不安だという人はですね、その不安のエネルギーを自分磨きに投入したらいいんじゃないかなと思います。15万部のベストセラー、読んだら忘れない読書術の第2弾、1月6日発売の覚えない記憶術、これがついに発売になります。覚えない記憶術って、まあ、タイトルがすごいんですけども、覚えなくても記憶できるのかと思ったと思うんですけど、これができるんですね。インプットとアウトプット法を工夫し、脳科学的に正しい記憶術、これを身につけることによって、今までのようにハチマキを締めてですね、必死になってですね、暗記しなくても脳にスッと入ってくる、そんな楽なですね、記憶術を紹介しております。発売1月6日ですが、この本の初めにと第1章を合わせた46ページ分を無料で公開します。無料版ですね。この動画の説明欄のところにダウンロード URL が書かれておりますので、今すぐダウンロードして読んでみてください。第1章だけでもですね、かなり読み応えがありますよ。